こんにちは。さて、皆さんの身近に存在しながら、その扱いには様々な専門知識が必要なもの、そう、不動産です。この番組では日頃皆さんが感じる不動産に関する疑問に分かりやすくお答えしていきます。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表の倉橋さんと、鎌倉本店アセットマネジメント事業部の剣持さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回も皆さんからたくさんの質問が寄せられています。その中から今回はこちらのご質問です。横浜市港南区にお住まいのペンネーム春風さんからの質問です。老後資金が心配になり、将来の家賃収入を期待して不動産投資を勉強し始めました。買いは東京都心のワンルームということは分かっているのですが、長い目で見ると昨今の大災害が頭をよぎり決心がつきません。災害リスクも考えて、倉橋さんはどこの都市で買うのがいいと思いますか、ということですが、いかがでしょうか。まあね、春風さんはこの、首都圏の、ね、ワンルームっていう結論を自分で出してるのにさでも私もなんか東京都市のワンルームなのかなというふうに素人から見ると思うんですよ。会話ね、それに限ったことじゃないんだよね、まあ、いろんな形のさ、不動産の投資の仕事ってあるよね、はい、で、まあ僕なんかの場合だと今商業系のさ不動産なんかも投資してるけども、サラリーマンでね、少子化でできるというとやっぱりワンルームマンションに対する投資じゃん、はい、とさ、どこがいいのって言ったら、まあ、やっぱりおっしゃるように、首都圏のねワンルームっていうのが、まあ、非常にいいなと思うわけね、はい、で問題はさ、その災害とかね、震災の影響っていうことをさ、まあ、最近はねいろいろなところで起きてるから、まあ、いろんなことを考える人いるんだけど、僕も30年以上前にさ不動産投資始めた時に、もう富士山爆発するから買わない方がいいって言われたことあってさね、それで、ね、なるかなんないか分かんないことだし、まあかといってね、じゃあどういう投資がいいかっていうと、はい、分散しておくってことね。分散しておく、うん、要するに一つに不動産を盛ると、そこの一つがダメになると全部ダメになるじゃん。なるほど、はい、だから特にこのワンルームのマンションの投資というのは分散してさ、あっちこっち買うことできるでしょ。でその際に、まあ、何が必要かというと、はい、まあ、2020年にね、まあまあ、大きなイベントがあるよね、はい、なんかそれ言っちゃいけないらしいんだけどさ、はい、名前を言っちゃいけないらしいんだけど大々的な世界で、ね、あるよね。で今年のね、まあ、11月くらいから、はい、まあ、リオで行われてるものがあるよねそれが終了するとさ、はい、今度日本にドッと来るわけじゃん、はい、そうすると東京に来るっていうことは、東京実はさ世界で見たら観光地なわけだ、はい、で、産業も東京に集中していて、要するにいわゆる居住商業、あとは観光ね、まあ、ホテルニーズ、まあ、そういうものが積み重なったところ、集まるような場所ということで、これが一つのね、僕はまあ見方かなと思うのね、うん、で今日はね、うちの剣持君が首都圏のワンルームをやってるので、はい、まあ、ちょっとその辺をちょっとねお話聞きたいと思うね、はい、そうですね、やっぱりまあこの相談者である春風さんのおっしゃる通り、まあ都心のワンルームというのは非常に大事なところかなと思うんですけれども、はい、というのもやはりこの都心のワンルームというのはより収益性が高く、まあ、家賃が高く取れて、しかも空室リスクを抑えることができるというのがやっぱり大事で、はい、まあ、これをじゃあですね、震災のリスクを恐れて、じゃあより震災がないようなところって言って、じゃあ変なところで買ってしまうと、じゃあ家賃は低かったりとか、一回空室になってしまうと長く空いてしまったりとかっていうことで、じゃあそれは投資にならないよねといったところもあるので、やっぱり大事なのはそういった収益性のあるところに買うということですね、はい、でよりじゃあ震災のリスクを抑えるための一つとしましては、例えばその昭和56年の6月1日以降に確認制度を出した新耐震基準の物件に投資するということも一つだと思いますし、あとはまあもし仮に
壊れてしまったとしてもやっぱり都心部だと土地の価値というのはありますので、はい、まあ、例えばその壊れてしまった時も出口としてより高くですね、お金戻すことができるといったところも都心部ならできるのかなといったところあります。はい、ではやっぱり都心のその人が集まるところの方がいいということですよね。あとね、あの首都圏の場合はもともとさ地震が起きることを前提として作られてるわけね、はいはい、だから意外にそういう面でいくと首都圏っていうのはもう昔から歴史があるんで、はい、それほどまあね、震災についての過剰な心配はいらないのかなと、まあね、倒壊しないとは言い切れないけど、はい、確率は低いんじゃないかなと僕は見てるわけ。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。さあ、そこまで大災害を心配するよりかは、うん、そういう観光ですとか商業が整っている都心で、うん、ワンルームをいくつか分散して買うのがいい。そう、不動産っていうのはね、インフラに価値があるってこと。インフラに価値がある、うん、要するに整備されてるれば整備されてるだけ人は住みやすいし、そこに価値が、総合的な価値が、ね、うん、生じるわけだから、はい、やっぱり自分の、ね、資産を防衛するっていう意味で考えると、資産価値が維持できるものをやっぱり買った方がいいんじゃないかなと思うね。人気がある場所を買った方がいいと。そうですね、わかりました。ありがとうございます。春風さん、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ここが知りたい不動産では、不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から10名様に倉橋さんの著書をプレゼントしています。倉橋さん、今回はどちらの著書でしょうか。はい、せっかくなんでね、はい、ケンモス君と僕が書いたワンルーム投資プロメリットがあるので、はい、まあ、これ見て勉強していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、CF ネッツでは倉橋さんをはじめ不動産コンサルタントによる個別相談を行っています。不動産に関すること、住宅から資産活用、相続対策まで幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。次回も皆様の質問にお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜 TVK とも連動しています。合わせてご覧ください。賃貸住宅経営は様々なトラブルを抱えています。だからこそ CF ネッツコールセンターでございます。すべてをワンストップで解決できる不動産コンサルタント会社 CF ネッツにお任せください。賃貸契約手続きからリフォーム工事、その他トラブルなど、すべてをワンストップで解決いたします。空室対策、満室経営に関するご相談は CF ネッツまでお気軽にお問い合わせください。